こんにちは、吉田さん。まあ値札をつけるだけなんですよね。私町内会長で、ね、1年間やってきて、で町内会運営のための YouTube っていうのをずっと発信してたわけなんですよね。でもちろん私は町内会に関してはズブの素人ですよ。ズブの素人なんだけども、これからの時代にはこれからの人員とか年齢とか、そういった社会風潮に合ったようなね運営が必要なんじゃないかなっていうふうに考えてました。その中で今までやっていたから今年もやるとかじゃなくって、今年担当になったから自分の運営したいように提案してみると、その上でそれが認められたらそうなるし、認められなかったら別の方法を模索するしっていう形で形を変えていけばいいと思うんですよね。まあ、そういったことをずっと1年間語っていたわけで、こんな役割なくてもいいんじゃないかみたいなね。例えば夏祭りっていうのがありますけども、今ねまあ、お子さんの参加率って非常に低いらしいんですよね。で面白くないわけですよ。夏祭りで金魚釣りしたりとかね、輪投げしたりとか、何なんだよこれみたいな風にもう子供の目から映ってるんですよ。子供って言ってもね、まあ3歳4歳は違うと思いますけども、自分のその選択肢ってのはあまりないですから。ただやっぱね5歳6歳あたりからだんだんね小学生とかになってくると、なんかそのスマホでゲームして部屋の中に閉じこもっていたりとか、なんかゲームもね人と人とつながるから交流が起こるわけですよね。なんかそういう風なのがいいなっていう形になってきたりとかして、まあ言ってみればそれで満足してるんで、わざわざ夏祭りみたいなところに出かけていって、なんかね座るところもないし、かといって食べるものが多いわけじゃないし、大人のために付き合ってあげてるみたいな形になるみたいですね。だからまあ夏祭りはやめてもいいんじゃないかなって提案もね昨日もしてきたんですけども、そうするとやっぱりね夏祭りをやる負担の方を考えたらやりたくないよねっていう本音がねズバズバ出てくるわけですよ。だから誰かが言い出しっぺになってあげて、いや夏祭りとかめんどくさいんですよねとか、で子供なんて来ないじゃないですかって、あれ運営のために運営してるのもんですよみたいなねだから夏祭りを企画する方は幼い頃それで育ってきたから、だから自分が大人になってもやるもんだって思っちゃってるの、それをまずやめようと。求められてないし、第一やっても寒いでしょと、寒々しいでしょと、で仕入れとかもなんか しょぼいし、なんかね特に今飲食とか提供すごく難しい時に、飲食店ですらプロのね飲食店すらやってないのに、なんで夏祭りで公園みたいなところで食べ物売れるんだよみたいな話になってきたりとかして、で担当になる人もいやもう今年最後にしてねみたいな感じでね嫌がってると、いや、 やめましょうみたいなね。それよりも町内会っていうのはこれからね防犯カメラを何箇所かに町内につけるとか、その他のねこうなんですかね、体が弱った方に対してどうケアするかとかね、買い物代行を町内会に入れていくとかっていう風な時代じゃないかっていう風にお話してたりするんですよ。でそういうのが他の町内会運営の方に受けて、でどういう風に運営するのか、なんで接触頻度がそれほど低いのか、要するにねリモートで町内会運営ができるわけなんですよ。町内会館にいちいちね集まって、でしかもなんか19時開催とか言ってから19時に来れるような時代じゃないでしょうみたいなね全然分かってない。昔はそれで定時で終わってたからいいけども、今は残業してもお金がもらえない時代にそれでも残業しなければならないとかね、そのとこ19時に集合なんてもう口頭無稽な話ですよ。だから年寄りしか集まんない、現役退いた人しか集まんないんだっていうふうなことをね言っていくと、確かにその通りみたいな意見もだいぶ通るようになってきてね、いや言い出しっぺになってよかったなと思うわけなんですけども、さあここでね何が言いたいかっていうと、私はこういうふうに喋って町内会運営のあり方を今の時代に合うようにするのが私のやり方だと思って1年間実際にやってきたわけですね。でそこに共感して、ぜひね伝え方とか教えてくださいみたいなのが来るわけですよ。でそれを29万8000円で販売してた、4件売れたということで、この日本全国各地津々浦々、ある特定の町内会の方は向かい風を受けながらね私の指導を受けて、10年後はそうなろうねと、そのための1年後は宣言していこうみたいなね、そんな動きになってます。こういった自分なりの考え方っていうものが売れていく時代なんですよね。そこに値札をつけてるかどうかなんですよ、ね。マクロさんの考えなかなか面白いんで、もうちょっと聞かせてもらえますかとかね、どういうふうに運営したらいいんですか、 YouTube の使い方はどうなんですか、 Twitter はどういうふうにやればいいでしょうか、ホームページを町内会でも持ちたいんですけど、全部29万8000円なんか入ってますと。私にしてみればね、 Jindoo ってサイトでアカウント作って、もうちゃんちゃら簡単ですよこんなのね。
人に言わせればそんなことで金取るなって言うかもしれませんけども、いや金を取る取らないじゃなくて値段をつけてたら買ってくれた人がいるんだからそれをタダにしますみたいな、おかしい話でしょと。29万8000円に価値を感じてるのに、あこれねタダでいいですよって言ったら一気に、あなんだ無価値なんかいとかになっちゃうんですよ、あの通常の人はね。で最近中国で50万円の車が売れてるらしいんですよ、電気自動車がバカ売れ。でもこの同じ時代に50万円の電気自動車じゃなくて1000万円級の高級車を買う中国の方もいらっしゃるんですよね、うん、そこは誰もが手にできないもの、誰もが手にできないものを自分はお金を払って手に入れてすごいだろうみたいなね、羨望の眼差しに見てもらうとか、1000万円払わないと見れない空間とか景色を見たいっていう欲求もあるんで、それは払わせてあげてくださいっていう、車はすでに移動手段ではないんですと、ラグジュアリーなんですっていう形だったりするんですよね。だから町内会の運営っていうのも過去の繰り返しをやるんだったら私の指導なんていらないですよ。でもそういうものをぶち壊して今の時代に合わせようと思ったら、値札をつけても求められるってことですよね。じゃあ